だけど、本当か？はい、ただいま入っているお仕事ですが、依頼人はあなた方をご指名です。指名？なんだか緊張するな。どんな仕事なんだ？ご安心ください、危険な仕事ではございません。お二人もご存知かと思いますが、もうすぐ稲妻では高価姿の彩り祭という盛大な祭典が開かれようとしています。おお、お祭り。そういえばオイラたち、まだ稲妻のお祭りには参加したことがなかったな。この祭典はシャブ行と八重巫女様によって取り仕切られています。そして今回あなた方に依頼なさったのも他でもない八重様なのです。ああ、ミコ、まずいませんやつらフォノンツル。ミコはヘンテコリンなアイディアをたくさん持ってるから、きっと面白い祭りになるだろうな。ナルカミ大社に行ってどんな依頼か確認してこようぜ。それほど遠くまで行く必要はありません。八重様なら今花見坂の八重堂にいらっしゃいます。あなた方をご案内するようことづてを頼まれていたんです。そうだったのか。じゃあ早速行こうぜ。Dann hüpfen wir mal rüber. Die mysteriöse Geschichte von Suiko, dem Trunkenbold. Ah ja, oh, falsche Richtung. Geht also um irgendeinen, ja, Säufer scheinbar. So, Madame Miko. Was kann man tun? Aratani, Kuroda, sochira no jōkyō wa dō ja? Go hōkoku itashimasu.八重堂の書籍並びに個人の委託による印刷物、すべて昨日の午後に製本と発送を完了いたしました。うむ、悪くない。村田の方はどうなっておる？天井屋とセーリングブリーズから連絡があった。ライデン将軍に転生したら天下無敵になったと。お願い、私の千古宮司の関連資料についてもすでに準備が整っております。よかろう。小野寺はどうじゃ？小野寺？あ、はい、ご報告いたします。新刊即売会の準備はすべて予定通り進行中です。小野寺、こたびの即売会の企画は何時が立てたもの。言い換えれば何時はわらわたちの大将なんじゃ。もっと自信を持たんか。心配せずとも、この企画は必ず成功する。わらわのお墨付きじゃ。そうじゃな、特別に2日間の休暇をやろう。この機にしっかりと休むがよい。即売会当日は忙しくなるからの。八重様、ありがとうございます。さて、みんなやるべきことがいっぱいじゃ。時間は待ってはくれぬぞ。すぐに取り掛かるがよい。解散。元気にしておったか、わっぱたち。その様子じゃと、すでにわらわの依頼を引き受けたようじゃな。おいおい、ミコ、もうすぐ祭りだってのに。鳴神大社に戻らなくていいのか。こんなところで娯楽小説にかかりっきりで。あ、オイラたちを呼んだのってもしかして祭りの準備を丸投げするためなのか。ganz genau. Wir machen das nicht nochmal. 引き受けてやらないぞ。しくしく、なんと嘆かわしいことか。わらわは祭りのためにこれだけ苦労しておるというのに、まるでサボっておるかのようなその言い草。わっぱよ、祭りが鳴神大社と関係しているなどと一体誰が言ったのじゃ。おい、そうじゃないのか。だってここは稲妻だろ。確かにそうじゃの。じゃが鎖国令が解かれた今の稲妻はもう昔のような普遍を渇望する国ではなくなった。それゆえ従来のしきたりに基づいた伝統的な祭りではなく、一味違ったものにしようとシャブ行と共に決めたんじゃ。稲妻の風格を保ちつつ
国際的な文化振興の会を開くつもりでおる。Eine internationale kulturelle Veranstaltung. どうやら姿の彩り祭の由緒から説明しなければならぬようじゃの。伝説によると古代の稲妻にはかつて鹿の達者な5人の歌人がいたそうじゃ。人々は彼らを五歌仙と呼んでおった。毎年彼らは五歌仙の中から一人を派遣して五人で作って編纂した歌集を将軍に献上しておったんじゃ。このことは当時の人々の間でも雅な話じゃと語り継がれておった。彼らのおかげで稲妻の文化も当時はとても栄えていたんじゃ。後に人々は彼らを題材に様々な様式で五歌仙の物語を作った。その物語から姿の彩り祭が生まれ、創作が生活にもたらす喜びを祝うようになったんじゃ。やっぱり文化的な色がすごく濃いお祭りだったんだな。うむ、古い言葉で言うなら風雅というものじゃな。しかし残念ながら時が経つにつれ五歌仙もこの祭りも人々の記憶から消し去られていった。じゃから今回は姿の彩り祭の復興に向けて娯楽小説の創作を中心とした文化交流展を開く。え、ちょっと待て、娯楽小説？ Was ist denn mit dem ganzen Zeug über wahre Eleganz, das du gerade gesagt hast, ja? そんな信じられぬというような目で見るでない。古く鹿は流行の媒体じゃった。その流行は今や娯楽小説となっておる。ただそれだけのことじゃ。重要なのは形式ではなく創作であることなんじゃ。過去ばかりを気にして形式や内容にこだわっていては良い作品も生み出されぬ。それに今を大切にするという観念は今の稲妻にぴったりじゃと思わぬか。これを機に娯楽小説を通してデイワットに稲妻を再認識してもらうこともできて一石二鳥じゃ。Ich würde nicht sagen, dass das Humbug ist. Ich würde sagen, da hat sie schon irgendwie einen Punkt. うわ、危なかったぞ。お前が注意してくれなかったら、オイラもミコに騙されてたところだ。 Ja, für sich hat sie eigentlich recht. オイラたちを騙そうったって、そうはいかないぞ。お前のことだから。Na, das wahrscheinlich auch. わらわの趣味でもあることは否定せんがの。じゃが小説でも祭りでも新たな着想で大衆の興味を引く必要がある。どうじゃ、姿の彩り祭でどんな面白いものが見られるのか、なんじらは気にならぬのか。気になる。正直すっごく気になるぞ。それならわらわについてくるんじゃな。離島の会場へ行けば目新しいものが見られるぞ。それにあそこには今回の任務について説明してくれるものもおる。お？Wer mag das denn sein? Hier zum Veranstaltungsort? Auf Rito. Ah, da waren wir eben. Also, wer kann das bloß sein? Ich weiß ja nicht. Sugata no irodori sai ga hirakareru aida, ongoku kansatsu ittai wa goraku shousetsu no omona tenji kaijou to naru yotei ja. Tasuu no shougyou sakuhin ya doujin sakuhin ga hanpu sareru dake de naku, gentei tokuten ya chūsen kai.新刊即売会といったイベントも豊富に行われる予定じゃ。万国商会の前にあるこの小さな広場は祭りの期間中五歌仙広場と呼ばれる。近くの店舗には娯楽小説に関連した特別商品も売り出されるゆえ決して見逃すでないぞ。おお、なんていうか随分と変わった祭りっていうか違った次元の凄さを感じるぜ。Es ist fast wie ein Paradies der kurzen Erzählungen. あれ、ミコ、広場の中心にある真っ白い板は
何をするためのものなんだ？うむ、それは。八重様から頼りになる助っ人が来てくださると伺っていましたが、やはりあなた方でしたか。旅人さん、パイモンさん、お久しぶりですね。元気にしていましたか？アヤト、今回の姿の彩り祭にはアヤトも直々に出るのか。でもお前ってすごく忙しいんじゃないのか？祭りの準備はシャブ業の義務なのです。それに八重様ご自身が姿の彩り祭のために心血を注いでいらっしゃるのですから、私が出向かないわけにもいかないでしょう。アヤト、わらわたちの中じゃそんなにかしこまるでない。今ちょうどここの展示板について話しておったところじゃ。これはわっぱたちの任務とも関係がある。何時が詳しく説明してやれ。すでにお二方は姿の彩り祭が五河川の伝説に基づいたものであるとお聞きになったことでしょう。この5つの展示板は彼らの姿を描くためのものなのです。この姿の彩り祭は稲妻の鎖国令が解除されて以来初の大型祭典となります。それだけでなく文化や芸術に関連した祭りでもある。ですからシャブ業では他国の文化人を何名か稲妻にご招待しました。例えばこちらの肖像画についてははるばるモンドから画家をお招きして描いていただく予定です。客人方の稲妻における食事や宿泊の手配は我々シャブ業がお手伝いします。しかし異教の地ではどうしても慣れないことがあるかもしれません。そんな時稲妻に詳しくテイワットの他国にも通じる方に案内をお願いできればこちらとしても大助かりなのですが。Ah, jetzt darf ich Reiseführer spielen, ne? はい。お二方には港口から客人をバンコク紹介まで招いていただき、彼らの希望に沿った手助けをして差し上げてほしいのです。客人方の乗る船の詳しい情報についてはこの到着時刻表に記載されています。ここに乗っている時間通りに鳩場へ向かってください。Ich glaube, das kriegen wir noch hin, ne?Zwei Tage vor der Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Passagierschiff Baden aus Mond. Aventi kommt, okay. Der Maler Kalks und seine Familie. Voraussichtliche Ankunftszeit 8 Uhr. Tag nach der Eröffnung. Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Passagierschiff. Kalligraphen, Maler, Spieler des Theaters der Vorrichtung aus Leo und der Schriftsteller Zhen Yu. Voraussichtliche Ankunftszeit 10 Uhr. Zweiter Tag nach der Eröffnung.Informationen über das Schiff und die Gäste. Großes Frachtschiff. Zwischenstopp. Eine Person. Voraussichtliche Ankunftszeit 9 Uhr. Der Tag nach der Veröffentlichung der neuen Ausgabe. Informationen über das Schiff und die Gäste. Kleines Passagierschiff. Zwei Personen. Voraussichtliche Ankunftszeit 10 Uhr. Okay. Sate, もうこんな時間じゃ。わらわは編集たちとの会議があるゆえ、先に行かせてもらうぞ。祭り期間中。八重堂の編集はほとんどが音楽観察の近くによる。何か用事があれば直接尋ねるがよい。今回の祭りは三部業共同でことにあたっており、対処しなければならないことが山積みなのです。ですので私もこれで失礼いたします。客人のことどうかよろしくお願いします。アヤトがくれた時刻表に船の詳しい情報が載ってるみたいだぞ。よく確認して時間になったらお客さんたちを迎えに行こうぜ。Na, das kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. So, zwischen 6 und 8 Uhr, dann drehen wir doch mal die Zeit vor. Dann gucken wir mal, wer als erstes ankommt. Ich hätte jetzt eigentlich, was den Maler angeht, eine andere Person erwartet. Diesen Kalks oder wie der heißt.Kenne ich gar nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass beispielsweise Albedo kommt. Der mag ich ja auch relativ gern.
Ja, ich bin schon vor... Ich bin schon deiner Vorauspeinung, wollte ich sagen. Die Flaggen sehen ja auch sehr schön aus. Die würde ich mir auch aufstellen. Haben wir da also... Wir haben einmal A, wir haben Yai hier. Wer ist das? Sagt mir nix. Okay, und die alle anderen sind Yai und Ai. Sind das vielleicht noch Charakter, die kommen? Die irgendwann mal erscheinen? Das wäre ja durchaus möglich, ne? Kannst du alles haben? So, mal gucken, wer da ankommt. から来た吟遊詩人よ。近頃の稲妻は大きく変わったらしいから、何か鹿のインスピレーションが得られるといいんだけど。Was machst du da, Palmon? Ich weiß schon, was ihr macht. Ihr sucht nämlich nach dem einen ganz speziellen Baden, den ich eigentlich auch erwartet habe. このお客さんたちってみんな吟遊詩人なんだろ？だからおいら吟遊野郎を探してるんだ。おかしいな。吟遊野郎はモンドじゃ有名なはずだ。招待されてないわけないよな。Ich glaube nicht, dass kommen würde, selbst wenn eingeladen worden wäre. なんでだ？ Die Identität von Venti ist immerhin. そっか。おいらもわかったぞ。吟遊野郎はもうモンドの管理者じゃないけど、それでも神なんだよな。もし祭りがあるって聞いたからっていそいそと稲妻に来たりなんかしたら大人げないっていうか。Was macht Klee denn hier? 僕が丸つぶれだよな。英雄騎士のお兄ちゃん、パイモンちゃん。あ、クレー、お前も姿の彩り祭に招待されてきたのか。うん、招待されたの。あ、アルベド、だいさと。でも最近騎士団のみんなはとっても忙しいから、アルベドお兄ちゃんがここの人に頼んでクレイの家族通行証を用意してくれたな。やあ旅人に、パイモン。稲妻で姿の彩り祭が開かれると聞いて君たちに会えるかもしれないと思っていたよ。五花仙の肖像画を描く人ってアルベドだったのか。どうやらもう絵のことは知っているみたいだね。だけど僕のここでのペンネームはタクアだよ。そうだ、万国商会はどこか知っているかい？後で八重堂の編集主任とそこで会う約束なんだ。万国商会はお前たちが離島で泊まる場所だぞ。どうやら目的地は同じみたいだな。それはよかった。じゃあ早速案内してくれるかい？おっ、Klee ist so putzig。Die haben wir auch schon ewig. Und die haben wir wirklich Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich glaube, das einzige Mal war tatsächlich ihre kleine Storyquest, die wir da hatten. Das ist auch schon ultra lange her. So, dann bringen wir die beiden mal. Ah, muss ich ja nicht weit laufen. Zu der Handelsvereinigung. あんまり走るんじゃない。誰かにぶつからないよう気をつけるんだよ。はあ、道中クレイに稲妻の物語を話したのがまずかったか。そのせいでクレイはほとんど睡眠をとっていなくてね。その上ここに着いてからも元気が有り余ってずっとはしゃぎ回っている。あ、Kinder sind einfach so. Sie ist positiv, dafür wird sie heute Nacht wahrscheinlich pennen wie ein Stein. 平山主任がまだ来ていないようだ。僕より早く着くと言っていたのに困ったな。何の？実は編集主任と会う約束をしたのは五花仙の詳細資料を渡してもらうためなんだ。資料がなければ絵の構想もうまくできないからね。稲妻に来るまで自
分が何を書くのか知らなかったのか。僕が知っていたのは五花仙という名前だけなんだ。五花仙はとても古い人たちだから、現在まで伝わっている内容がほとんどなくてね。だから編集主任が僕のためにもう少し情報を集めてくれることになったのさ。僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだ。だから彼がまとめた資料を受け取る日を今日まで先延ばしにすることに通した。その絵っていつまでに完成させなきゃいけないんだ。肖像画は祭りのいくつかの段階で一枚ずつ公開していく計画らしい。一つ目の水光像はあさっての姿の彩り祭正式開幕より前に完成させないといけない。あさって？それって時間的に厳しくないか？別にそうでもないさ。娯楽小説の挿絵を描いた時なんて原稿を船で送らないといけなかったから、今よりよっぽど厳しい状況だった。先月なんか珍収集兼録最新刊の姿の彩り祭先行販売に間に合わせるために最終章の挿絵は原稿をもらったその日のうちに完成させたほどだったよ。その挿絵は稲妻につくや否や印刷されたらしい。だから僕は未だに完成品を見たことがないんだ。お前の創作環境に同情するべきなのか、それともお前が天才だって褒めるべきか。もちろん可能なら僕もできる限り早く資料を手に入れたい。そうすればより良い準備ができるからね。ミコはだまされる。おう、ここ数日は八重堂の編集者たちは音楽観察のあたりにいるんだったよな。編集主任もそこにいるかもしれないぜ。アルベド、お前をそこに連れて行ってやるよ。わかった。クレー、君はもう長いこと寝ていないからここに残って休んでおいで。僕たちは用事が終わったら帰ってくるから。うん、わかった。アルベドお兄ちゃん、心配しないで。クレー、おとなしくしてるよ。Nur nicht mit Bomben werfen. So, geh zum Veranstaltungsort der Agentur für Auswärtige Angelegenheiten. Ja, machen wir gleich, aber erstmal, mir ist das nicht entgangen. Ich will diese Aimiko, diese Reiden-Ei-Puppe hier haben. Kann ich die kaufen? Komm, zeig mir dein Angebot.Kann ich nicht. Och, Menno. Okay, schade. Aber die ist schon echt süß. Genauso wie diese Dinger hier. Die würde ich mir auch gern hier im Teapot hier aufstellen. So ein paar schöne Fahnen. Ja, etwas. Na gut, dann schleppen wir Albedo mal dahin.